った。すごいな、お菓子がいっぱいあるな。なんかいろいろもらったりしてさ、お菓子がいっぱいあるから、うん、お菓子の家を作る。おー、私が設計図を。設計図？はい、設計図というか、だいたい床を、げんこつ、これで敷き詰めて、買ったやられみたいなやつだね。で、マシュマロの壁。あ、壁マシュマロするんだ。で、屋根はどら焼き。かわいいでしょ。暑いな、思ったより。いやだからかわいい、土のうみたいな感じになるんだ。だからちょっとつけよう、これを、ちょっと作ろう、このあれを最後。これめんどくせえな、大変なやつだな、大変なやつだ。ちっちゃくする？大きいね、これ家。ちっちゃくする？大きいよ。まずこれ壁が出来上がりです。超かわいい。食べ物。はい。できた。でもめっちゃいいじゃん。見て。こっちから見ないとダメだ。超かわいい。こっちから。おお。ね。いいじゃん。いいですね。たら、イカせんべいみたいなやつ。一回土台作んないと。当初どら焼きと思ってたんですけど、可愛くないかな。これをさ、こう置いてったら可愛くない？こっちの壁崩れそうですよ。ああ、そっちに。ちゃんとくっつけてないから。で、壊れない。ほら、これ、あーってやりたかったんだけど、全然これ。強すぎる。強すぎんだろ、仕返しが。ええな。何これ、何してんの、これ何。あー。あもう裏から、これで補給しよう。くっと強度が増しましたね。もが焼きも枚数が、かける。あんこが重いんだ。ほったて小屋だね、もうね。お菓子のほったて小屋だよ、これ。お菓子の家食べちゃおうかな。食べちゃおう。個人だぞ。いやあれは。9月19日、さよなら浦和ハチャンネルまであと少し。みんな来てね。